よ。みなさんこんにちは、しゅりちゃんのリミとリミです。リミとリミ、今日はリミ2人。はい、というわけでリミエさん、今回は何、今回は今回は何するんですか。鬼滅。ほうほう、鬼滅のクリアバッグ。どこにクリアバッグがあるんですか。何ですか、リミエさん。クリアバッグなんてないですけど。しかし方なくリミビーちゃんが教えてあげるよ。誰ちゃん。リミビーちゃん。リミビーちゃん。リミビーちゃん。リミエちゃん。今回は鬼滅グッズをあげていきたいと思います。ということで、鬼滅グッズが5種類あるんですけど。そうだね。どこが3個なんですか、これので、色紙だけが8個。はい。で、このね、まず言われちゃったんですけど、まずこの色紙とラバースタンド、ラバースタンド、あとこれ四角い缶バッジ、ふわコロリン2で、これがセンスで、この4つ、この4つは同じところで買って、1種類につき1点までだったんで、1個ずつしか買ってくることができませんでした。そうそうそう、もっと買おうと思ったんだけどね、1個しかダメって書いてあって。そうで、こっちはもう全然全然何個買っていいとか何個までとか全然書いてなかったんで。はい、そうそうそう、こっちはまた別のとこで買って、色紙はね、で本当は10個買ったんだけど、2個ね、ちょっとお友達にね、お礼であげちゃってね。お友達がちなみに出たのは炭治郎と、なんだっけ、富岡さんだって言ってた、教えてくれた。だから多分その2つは入ってないかなと。でもこれさ、一箱にさ、富岡さんの禰豆子とか出てるんだよね。そっか、16種類全部であるから絶対10個買ってもコンプリートはしないんだけど。まあ何が出るかわかんないけどね。私葵ちゃん欲しい、あとゆしろうが欲しい。あとルイも欲しいし、マコモも欲しい。じゃあちょっと開けてみましょうか。はい、じゃあリミ B とシホ A。 え、リミ B だよね。リミ A だよね。開けるぞ。ああ、あれハサミやった。よし、じゃあまず開けます。リミ、そういう開け方じゃない。なんで、リミどういう開け方。じゃあリミの開け方はいいとして、いきます。1個目はこちら。あったなー、めちゃ一発目やました。かわいい、マジかわいい。めちゃくちゃかわいいんですけど、嬉しいです、ありがとうございます、神様。すごいね、一発目から可能だよ。え、横に入ってた？今ちゃんとこうやってこうで、片手で大丈夫だよ。そう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 、一緒の。わー、禰豆子だっこ。禰豆子、禰豆子の目線いいよね。上から上にこう向いてる感じ、かわいいね。禰豆子かわいい。禰豆子横だね、横で出てくるの。でもどっちだろう。あ、この色紙いいね、かわいい、かわいい。よし、じゃあ3つ目いきます。3つ目、こちら、はい、鱗滝さんだ。鱗滝さん知らないまま。聞いたことあるよ、ちゃんと。変顔が遅い。すごい、鱗滝左近次さんです。はい、次次こうじゃんじゃん。うん、あ、なんか風音鱗滝さん。はい、葵ちゃんだ、かわいい。いいじゃん、いい感じですね。チェキチェキ、順番的に私だから。はい、順番順番順番的に私だから。リミちゃんハサミいらないんでしょ。なんでいらないって言ってたよね。さっきいらないって言ってなかった。続いてはこちらです。たまよさま、この調子でゆしろうだしね。たまよさまが出ました。マジ綺麗ですね、本当に。 美しいね。美しいですね。いいくよ、ゆしろう来い。サビトが出ました。サビト、サビトが出たらマコモだよね。じゃあ最後もう1枚ずつユシロ出してね、私マコモ出すから。
そううまくはいかないと思いますが、なんでしょうか。何が出るかね。誰でもいいよね、もう、うん、誰でも好きだ、誰も好きだから。かぶんなければね、かぶんなければね、いいよね。最後、せーの出す。一応前でも違う、どうする。せーの、一回順番で出そう。まで行こっか。食べすぎ。しのぶちゃんだ。あ、しのぶちゃんだ。かわいいね。しのぶちゃんいいじゃん。かわいい。うん。いけ。お、レイズだ。いいね。この辺は出しときたかったね。この辺はね、出しときたいね。いい感じでー。いい感じで全部揃え、あ、かぶりませんでした。はい。やっぱ一箱かぶ、一箱にはかぶらないのかな。え、マジかわいいんだけど。一つの箱に入ってたんだよね、ジミ。かわいい。かわいいよね。いいよね。こんな感じで、かわいい。はい、10個買ったんだけどね。あと本当は、あの、富岡さんと、炭治郎がお友達のお家にね、あります。はい。まあでも、カナオが。じゃあ、マコモと後ろは出なかった。そうね。マコモ！カナオがいいんじゃないですか、カナオ。カナオ一発目で出ましたもんね。はい。はい。めっちゃ下アングルですが。ムイムイくんはいないのね。うん。ムイムイくん。ムイくんだよ。ムイくんね。はい、じゃあ次。次はもうね、一種類ずつしかないんで、喧嘩しないように開けていきますか。トランプみたいにできなかった。お、レミちゃんがふわコロリンを手に取りました。いいですか、しょうちゃん。いいですよ。じゃあ、レミちゃん、ふわコロリン開けましょうか。じゃん。ラインナップは何ですかね。うん。この人誰だっけ。煉獄さんです。煉獄さんと、カナオとしのぶちゃんと、炭治郎と、宇宙一千人と、キメキマジョーミー。全6種類だね。はい、じゃあ開けてみよう。誰が当たるかな。カナオもあるの、ラインナップに。ある、絶対よ。いいね。ね、色紙に炭治郎ね、あ、いなかったから ね。あ、かわいい。かわいい。これかわいいね。ぬいぐるみ、ぬいぐるみの。おー、いいね、これ。かわいいです。1個しかね、買えなかったんだよね、これね。じゃあ続いて私はこの缶バッジを開けたいと思います。はい、缶バッジでいいですか。丸角缶バッジ。丸缶？丸角。丸角。よし、じゃあ、いきまーす。はーい。じゃじゃん。富岡さんだ。おー、富岡さん。誰富岡さん。富岡さん誰って言われて も。かっこいい。見て、ギって書いてある。いいね。ギーユのギって書いてある。ギ、う、ー、ん、かっこいいよね。ね。ギーは何これ。これは。ラバースタンドコレクションだそうです。ラバースタンドこれ。これは全9種類もあるね。ね。誰が当たるか。あ、ごめん。こっち全12種類。おー、そんなにあったんだ。ムイムイ。ムイムイはあるラインナップ。ある。おー、じゃあムイムイ狙いでいきましょうか。ミミちゃんの。出てこい。出てこい。ポケモンみたいに。違うよ、妖怪ウォッチだよ。そっか、妖怪ウォッチか。出てこい、なんとか。妖怪メダルセット。懐かしい。ウィーンとか言って。いくよ、いけ！わー、ムイくんすごい。ムイくん。すごくない？引きの良さ。私、かすみでわかった。私たちだよね、選んだの。私たちだよね。私たちめっちゃいいやん。そう、リミよかったね。いい、はめるよ。かわいい。結構しっかりしたやつじゃん、これ。はめった。お、いいじゃん。かわいい。よかったね、リミ。まさしくん。嬉しそう。めっちゃ嬉しそうです。じゃあ最後。最後、先生、こちら種類が12種類もあるの、それすごいね。はい、じゃあラインナップはね、ちょっとこんな感じでーす、はい、12種類ですね。そうですね。はい、じゃあ開けてみましょう。何が出るかな、はい、何が出るかな、何が出ても良さそうだね。何が出るかな、何が出るかな、かな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 おいきます。まだわかんないですね、うん、あ、立てられるようになってんだ、それ。あ、立てるやつ。
が閉じるやつも入ってました。うん。多分。これはリミが組み立ての時計だから。そしたら行きまーす。うん、斜めに。そうそうそう。炭治郎とねずこ、はい、え、かわいいね。かわいい。あ、これかわいいね。こうやって飾っとけるんだね、うん、今暑いからこう仰いでもいいしかわいい。じゃあリミちゃんの台ができたら飾ってみましょう。これだけでいいんだ。お、どんな感じ。おー、すごい。めっちゃいい感じ。置ける。じゃあちょっと置いてみようか、下に。いいじゃん。ちょっと不安定だけど不安定ちょっとめっちゃゆらゆらしてるけど、こんなもんですかね。はいはい。え、これ本当に箱大丈夫、合ってる。これかわいい。かわいいでしょ。本当にこれがね、うん、兄弟愛。兄弟愛。兄弟愛。あ、炭治郎とねず。見ててね、見ててね。うん。おお、それぐらい誰でもできるんじゃね。いくよ。ほらほら。はい。はい、これにしようか。はい、以上ですね。以上ですね。はい、ということで今回もね、たくさん5種類のね、鬼滅グッズを開けてみました。はい。皆さんの推しは出たでしょうか。私は出ました。出たよ、出たよって人。はーい。はい、はい、ということで、それではバイバーイ。バイバイ。ババ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 バ